自転車は、アルミやカーボンなど、様々な素材や大きさや形のもので構成されていて、パーツの、劣化などでは走行していれば必ず問題として起こってきます。雨によるサビや、紫外線による、タイヤ、ゴムの劣化など、路面振動によるネジの緩みなどのトラブルを防ぐためには、定期的な自転車の点検作業を確実に行っておく必要があります。そのため今回は自転車の、走行前の点検作業を、動画でご紹介していきたいと思います。ブレーキをかけて自転車を前後に動かして、ブレーキの効き具合と、ブレーキが片利きしていないかを確認します。そして同時に、ヘッドのガタがないかも、確認しておきます。次にハンドルがまっすぐとセッティングされているかを確認します。前輪を足で挟み、ハブとタイヤとステムのセンターが、一直線上に来ているかどうかで、判断することができます。次にハンドルがしっかりと固定されているかを、左右にこのようにねじって動かないか、もしくは、上から叩いても、ハンドルがずれないかをしっかりと確認しておきましょう。緩んでいると、段差などの衝撃でずれることがあるので、しっかりと、ステムのネジと、こちらのネジを、締め付けを行っておきましょう。次に、ホイールを持ち上げて、上から叩いてしっかりと固定されているか、また、ハブのガタがないかを前後輪を確認します。そして前後輪のクイックも、しっかりと確実に、ホールドさせます。次に前輪を上げてホイールを回して、リムが曲がっていないか、ハブが固まっていないかを確認します。リムが触れていると、ブレーキングやコーナーリングに影響が出ますので、しっかりと確認作業を行ってください。次にサドルがしっかりと固定されているかを確認します。上から見て、タイヤとサドルとフレームのセンターがしっかり一直線上に来ているかどうかを上から見て確認します。そして、後輪を足で挟んでサドルをねじって動かないか、サドルを上下に振ってガタつきがないかを確認します。もしガタついていた場合はシートクランプとここの矢倉をしっかりと増し締めします。
次にペダルに、ガタが出ていないかこのようにねじって確認します。クランクも同じように先端をさ持って、ガタつきが出ていないか確認します。そしてボトルゲージも、ボトルの重さで、振動による緩みが出やすい場所なので、このボトルゲージも、緩みがないか確認しておきます。自転車を傾けてペダルをこのように踏んで、ペダルや BB やフレームから異音がしないか確認します。メンテナンススタンドをお持ちであれば、変速の調整もこちらで行っておきます。そして最後にタイヤのコンディションを確認します。タイヤの溝が残っているか、また、接地面のトレッドが、しっかりと安全な分、残っているかを全周にわたって確認します。また亀裂や、小石など異物が、混入していないかもこの作業で同時に確認します。そしてタイヤの空気圧も最後に確認するんですけども、エアゲージなど、空気圧を測る機械もありますが、普段の、空気圧を注入した際の、この指で押して硬さを、把握しておくことも大切なことです。このタイヤの、硬さを指で確認して、普段より柔らかくてへこみが多いようであればタイヤの空気を注入しておきましょう。これで自転車の点検作業が全て完了になります。普段から定期的にこの作業を行うように心がけておきましょう。